はは。い、こんばんば、えー、本日はですね、えー、この「月刊文春」にですね三浦瑠璃さんがですね、えー、独占告白120分、えー、ということで、まあ、インタビューを受けたんですね月刊文春にですね、えー、そして、えー、その記事がですね出ているわけなんですけどもおまあこれでですね、えー、三浦瑠璃さんが一体どういうようなことをですね、えー、今考えているのかですね えまあそういったところをですね、まあ、ちょっとねあの僕なりに読み解いていきたいなと思っているんですね、うんえー、それをちょっとですね今日は話してみたいと思うんですね、うん、まずこの「月刊文芸春秋」ですね、えー、最初ねこういう書き出しで始まっているんですね「えー、3月13日は私と夫の清くんが入籍して 20, 世20周年にあたる結婚記念日でした。 出会ったのはお互いに東大の学生時代のことです。えー、まあそしていろいろありですね。えー、本当にさまざまなことがありましたが、私自身、まさかこんな形で結婚20年を迎えるとは思いもしなかった。拘置所にいる夫からは、こんな20周年になっちゃってごめんね、と、弁護士の先生を介して連絡がありました。というようなね、まあちょっとね、 あのーえー、少し間をですね、えー、省略したんですけどもこういうような書き出しなんですね。まあこれね、えー、三浦瑠麗さんね、まあ、仕事から文章は、ね、書き慣れていると思うんですけどもまあ無難な書き出しでですね書き始めたですねまあこれもちろんねあのインタビューなんで「えー、文藝春秋月刊文藝春秋」春秋の方がいろいろ依頼としてですね まあ順番もちょっと入れ替えたりしてね、えー、なんか読みやすいようにですね、書き直しているんじゃないかと思うんですけどもね。うん、そしてね、えー、これが逮捕された日がですね、三浦清志さんが逮捕されたのが3月7日なんですね。で3月7日、その時のですね、えー、この様子というのはですね、やっぱりこの何て言うかな、えー、経験した人じゃないと書けないですね。 ななかなか白身に満ちたです、ねえー、記述になっているんですね、うん、ちょっと読んでみますとですね「<laughs> 夫が逮捕されたあの日私たち夫婦はいつも通り午前中に永田町のオフィスへ出勤して一緒にコーヒーを飲んでいました」ただ、まあ、普段と明らかに違ったのはオフィスの向こう側にある歩道にぞろぞろと記者が集まっていたことです。 でこれね1月19日にこの東京地検特捜部のですね家宅捜索を受けたとそしてね、えー、三浦清さんは毎週12回ですね、えー、この地検特捜部の事情聴取に応じていたんですね、うん、あでね、えー、まあその頃から記者はいたんだけども、えー、この3月7日というのはもうちょっと物々しい雰囲気だったというんですねうん。 そしてしばらくしてですね、夫のこの清さんは、えー、オフィスから車でね、東京地検にですね、まあ、事情聴取ということで、えー、出向いたわけなんですよね。うんえー、そしてね、えー、しばらくしてですね、午前11時頃になって、まあ、ちょっとね、さすがにですね、えーこれ異変、異変がね、始まるわけなんですよ。えー、これね えまずこのオフィスのスタッフが気が付くんですけどもこのニュース速報でですね、えー、三浦清さんが逮捕,逮捕されたというニュースが流れるんですねうん、まあ、そしてね、えー、みんなびっくりするわけなんですけども、えー、そこでねその弁護士からですね連絡があって、えー、これ逮捕されましたということになるんですねうん、えー、そしてね <laughs> さらにですねこういうふうに続くわけなんですよあの日は今思い返しても不思議な一日でした実は「文芸春秋」のオンライン配信番組の打ち合わせのため落語家の立川談春師匠がオフィスにいらっしゃる予定でした逮捕報道で大騒ぎの中師匠も電話で「俺行っていいのか?」と戸惑っていたご様子でしたというようなことでね落語家の立川談春ね えー、さんがですね打ち合わせでオフィスに来たわけなんですよ。ねうん、あそしてね、えーまあ、来たは来たんだけどもあまりにね異様な雰囲気なんでですねこのダン段春師匠もですね、えー、これはちょっとねもう打ち合わせどこじゃないなということでね、うん、打ち合わせどこじゃないということで、えー、じゃあどうするかとなってですねなぜか飲みますかという話になったんです。 不謹慎に思われるかもしれませんが正直飲まなきゃやってられない気分もありましたねということでねこのスタッフの一人がですね机にドンとウイスキー,スキーをですね用意したというようなことでねえー、みんなでねオンザロックで飲み,や飲み続けたということなんですよ、ね、まあこの辺はねまあこの迫真のですね えー、もうこういう場合にならないとですね人間ってのはなかなかねこういう経験はしないと思うんですけども、えーまあ、経験をしたものでなければね、えー、語れないようなねところだと思うんですよね。まあ、それをねいろいろとこの正直にね書いていると思うんですよね。うんえー、そしてね、えー、このインタビューもですね いよいよね、あのー、肝心なところに移ってきてですね、三浦さんはね、こういうふうにね、言ってるんですよ。えー、マスコミは、私自身が今回の事件と関係があるのではないかと疑惑を報じ、批判の声が上がっていることは承知しています。私が何も反論を口にしないのは、第一に事件について、投資家との間でトラブルが生じ、横領の疑いをかけられている以上のことを本当に知らないからです。 1>, 1月に私が出した全く夫の会社経営には関与しておらず一切知り得ないというコメントの通りです。夫の会社の売り上げも知らなければ問題となっている資金の流れやそれが何に使われたのかも知らないというふうにね、えー、書いてある,あるいはこれインタビューで答えているんですね。うん、ね。 えー、肝心なですねインタビューのね肝心な部分になったこの辺りからですね本当にそうかなっていうね、えー、読むものにとってはね気分が芽生えてくるんですよねうん同時にねこれ本当にそうかなと思って読まなければいけないんですよこういうところはですねまずね三浦瑠麗さんが、えー、この原稿をね、えー、書くにあたってまあこれインタビューだからインタビューを受けるにあたってですね誰を 第一の読者に想定していたかということをね。考えなければいけないんですよね。うん。で、三浦瑠璃さんがあまずね。第一に読者にね。想定していたのは、これ間違いなく東京地検の特捜部検事ですよね、えー。つまりね。これ分かりやすく言えば、この僕に入ってきている情報というのがですね。これもちろん直接な情報ではない。けれども、この検察というのは東京地検特捜部は？ 三浦瑠璃さんの逮捕これもね、視野に入れているということなんですよ。ね。うん。これ、まあ、どうなるか分かりませんけどもね。まあ、そのことを、三浦瑠麗さんはどこまで知ってですね、えー、そしてね、えー、どういうふうに考えているのか。ね。逆に言えば、えー、検察はですね、えー、三浦瑠麗さんのことをどこまで知って、ね。そして、どこまでこの夫のね、 えー、この逮捕容疑ですねつまり横領容疑これに協力していたのかということが問題になるわけなんですよ。ね、なので三浦瑠麗さんとしては、えー、この「月刊文芸春秋」のインタビューを受けるにあたってもちろんねこの夫の横領の事実については何も知りませんでしたということを何としても第一に強調しなければならないんですよね。 うん、なので、ここでですね、夫の会社の売り上げも知らなければ、問題となっている資金の流れや、それが何に使われたのかも知らない、ということを強調しているわけなんですよ。ね。だけどですよ、だけどね、ここでね、クールに考えてほしいんですよね。クールに。ね。これね、三浦夫妻はですよ、どこに住んでいたかという話ですよね。うん。これね、 まあ何度も紹介しましたけど、月にですね、家賃が100万円以上の六本木ヒルズですよ。ね。そこに住んでるんですよ。100万円以上。何百万円という話もありますけどね。うん。これ考えられますかね。そしてね、最近ね、その住んでいた、その六本木ヒルズの中層階からですよ。さらに高い上層階に引っ越したわけですよ。ね。 これ僕に入ってきた情報を総合すればですよ。この上層階というのは、どうも分譲部分じゃないかということですよ。ねうん、つまりね、月にね、100万円あるいは数百万円の家賃のね、えー、ところからですよ。<laughs> この分譲部分に移るには、いくら出したらいいんだっていう話じゃないですか。ねまあ、数億円は間違いないですよね。数億円は、ねうん。そんなお金が一体どっから出てきたのかっていう話じゃないですか。 そしてさらに、どうも高級クルーザーも買ったらしいと。これも数億円規模ですよね。ねそして、えー、このファミリーでですね、ファーストクラスで欧州旅行にも行っているということですよ。ね。うん。これね、まず普通の家庭をね、まず連想してほしいんですよね。うん。でね、普通の家庭であればですよ、このようなこの特別のお金ですね、 特別のお金がねこの入ればですよ当然この夫婦間の話題の一番最初に来るじゃないですかねうんでもちろんねこの普通の家庭とはもちろん桁も違いですね,ねえー、全然買うものも違うわけですけどもねただあのー、桁が違ってもですよ臨時収入が入ってねそれもこう結構結構ね相当の高額が入ってきたと。 そしてそういう贅沢ができるということですよ。そうなれば、必ず第一の話題になるはずじゃないですか。しかも、深い、深くそれを話し合いますよね。まずね、あの、そういう収入が夫に入れば、奥さんとしてはですよ。まず根掘り葉掘り聞きたくなるじゃないですか。それはどういうビジネスなのどういうお金なのね。うん。それは融資なの それも出資なの出資とすれば、ね、それそんなことに、えー、家庭の方に、えー、私に使っていいのっていう話になるじゃないですか。ね。それ、ね、ほは根掘り葉掘り聞きますよ。ね。うん、そうじゃなければ危なっかしくて使えないじゃないですか。ね。うん。そういうわけで、三浦瑠麗さんこれ知らないわけないじゃないですか。こういうね、臨時収入が入ったということであれば。ですよね。 急にですよ。六本木ヒルズの中層階から上層階に引っ越して、高級クルーザー買って、ファーストクラスでヨーロッパ旅行。ね。まあ、その他にもいろいろね、買っているようですけどもね。うん。そんなの急にね、お金が、突然、お金持ちになるってことはありえないじゃないですか。ね。必ず裏があるはずなんですよ。で、それは夫婦間で話題にならないわけはないんですよ。絶対に。ね。うん、そういうことなんですよね。 そして、ここで考えなければいけないのは、えー、三浦清さんがや、ね、やっていたのは、太陽光発電の傷物転売ビジネスということなんですよね。うん。これね、えー、この容疑となっているですね、容疑の本件となっている兵庫県福崎町のケースですね、これも傷物案件の一つですよ。ね、えー。これどういうものかというとですね、えー このね、三浦清さんはですね、えー、土地の所有権も持ってなかったんですよ土地も所有,所有権もそしてね、えー、これ太陽光発電やっていいよという,うこの認可 ID っていうのがあるんですけどもそれも持ってなかったさらに住民同意も得られていなかったというね、うん、もう大変な傷物だったんですよだけどこれはねあの三浦清さんが途中まで一緒にやっていた業者は 土地も所有していたし、認可 i d も持っていたんですよね。ただ、住民同意だけが得られていなかったんですよね。で、住民同意は必ず必要なんですよ。つまり、住民同意が得られていない傷物案件だったんですよね。で、こういうものをですよ。こういうものを。例えば住民同意を全部受けてね。そして綺麗にして転売する。そうすると高く売れるんですよね。 えー、ところが住民同意が得られていないとか、えー、土地の所有権がないとかあるいは認可 ID がそもそもないとかねそういう傷物案件の場合は安く買いただくことができるんですよね。うん、安く買いただく例えば、えー、5億円で買いただいてそして全てきれいにして10億円で売るとそうすると5億円の儲けけになるわけですよ、ね。これを三浦清さんは得意としていたんですよこの傷物転売ビジネスというのをですね これが肝心なところなんですよ。ね。うん。そしてね、その傷物転売ビジネスですね、それをきれいにするには、一番ね、効果的なのは政治力なんですよ、政治力。例えばね、この太陽光発電の認可 ID だけじゃなくてですね、例えば環境省のですね、認可であるとかですね、あるいは農林水産省の認可であるとかね。 そういういいろんんな認可が絡むんですよでそれをですね一つ一つ一つ,一つ得なければいけないんだけどもなかなかそれはね獲得しにくいということのであればですねその時に政治力のある政治家ねこれを使えば一番簡単なんですよ。ね。うん。そしてね、えー、この政治家に対してね後で、えー、まあその先かもしれませんけどもあのこのね えー、謝礼を、ねえー、支払えばいいわけなんですよ、ね、うんまあ簡単に言えばねそれが総出の主体になるわけなんですけども、えー、例えばね10億円ね売ったと、えーしえー、そして5億円で買いただいたと、ね、5億円で買いただいたものを10億円で売ったとそしてきれいにするにはそのね、あのー、傷物を傷でなくした、えー、有力政治家の <laughs> 力がね、えー、これを借りたということであれば、じゃあね、その5億円の3%、大体いい手数料ですね、まあ今3%から5%らしいんですけど、まあ3%とすればですね、1500万、これをね、政治家の方にね、ある方法を通じて渡すということですよ。ねうん、これはね、<laughs> その政治家の息のかかったその会社ですね、そこにね、今入れるわけなんですけども、 まあそんなようなことをやるわけですよ。ね。そこがね、非常に問題になるわけですよ。ね。つまり何か政治家のね、影があるんじゃないかということなんですよね。うん。そういうことなんですよ。つまり三浦、三浦清さんがやっていたことは、まさに合法と非合法のスレスレのところなんですよ。ね。ハイリスク、ハイリターンですよ。ね。うんでここのところはね、まさに前も紹介しましたけどもね。 このバブル時代にですね、この活躍したね、この不動,産業不動産業者ですね、これもこれ1番手なんだけども、それが今ね、ほとんど引退したかね、まあ逮捕されたかしてですね、終わってるんですよ。で、今ね、3番手クラスがね、ここにね、ドッと来てるわけなんですよ。ね。つまりね、簡単に言ったら、バブル経済の時のこの土地の値上がりをね、当て込んだ不動産業者たちですね、これとね、変わんないんですよ、やってることは。 三浦急線やってることはね、うんまあ、太陽光発電という、ね、え名目はいいんだけども実際は太陽光発電じゃなくてただの転売なんですよ土地の転売なんですよ、ねうん、そういうことがあるんですよね、うんえー、そしてね、えー、とにかくうこのねきずの転売ビジネスこれがねあの自転車操業になりやすいんですよね、うん えー、つまりね住民同意がなかなか得られないということであればもうこれ出資したね企業はねもうどうなってんだっていう話になるじゃないですかで実際ねこの兵庫県の福崎省の場合はそうなったわけですよ。ね。えー、そしてそうなるとこれはもう詐欺だっていう話になって、えー、そして、えー、この業務上横領ということになってですよ。 まあ自転車創業でですすからね、いろいろ借金も抱えてるわけですよ。そうするとそっちの方に自転車操業的に返さなくちゃいけないじゃないですか。ね。うん。そうすると当然ながら塀の中に落ちる可能性が高まるわけなんですよ。ね。うん。そして、えー、この三浦京子さんの場合はですねまさにこの六本木ヒルズね。中層階から上層階へあるいは高級クルーザーね。 あるいはファーストクラスのヨーロッパ旅行とかね、どうもそちらの方に使っ、そちらの方にも使っていたんじゃないかという疑いがあるわけですよ。ね。うん。なので、これは、<coughs> 三浦瑠璃さんも、やっぱり十分知っていたんじゃないかというね、疑いが当然ながら、みんなね、素朴に考えれば、まあそうなるわけじゃないですか。ね。うあ、ん。 これ、検察も全く同じことを考えているわけなんですよ。ね。うん。そして、ここのところでね、えー、じゃあ、このね、有力政治家ってのは一体誰だったんだっていうことを考えるわけですよね。で安倍さんのね、安倍政権時代ですからね、うん、当然官邸でね、一番力があったのは菅さんですよ。幹事長の菅さんですよね。うん、そこがどうなるかということなんですよね。うん。 そしてね、それも踏まえて考えればですよ、安倍官邸、これね、菅さんも同じで、同じね、安倍さんと菅さんがやったことですけども、当時の検察とですね、非常に対立して、ね、安倍官邸の用心棒といわれた黒川さんを検事総長にしようとしてしたわけですよ、ねで。そこはね、この検察の総意は、とにかく、林誠さんを検事総長にしようと。林誠さんはまあこれはね、 検察の,この伝統ですね,周劣実ね悪いものは眠らせないっていうねそういう人でしたからねうんそれは安倍さん菅さんに取ってもらっちゃね取って取ってみれば困っちゃうわけですよね悪い奴ほどよく寝たいんですよねうんということでここはね黒川さんにしたかっただけどもこれはですね黒川さんはねまあいろいろですねえー、国民の反対もありねツイッターでも,もあり そして黒川さん自身がね、えー、かけま雀じゃんで、ね、週刊文春やれちゃって、はい、さようならっていうね、失脚しちゃったわけですよね。うん、ということで、林誠さんが検事総長に就任して、そこからね、ね、えー、この太陽光ビジネスですね、これ今、ずっと説明してきたように、この転売ビジネスってのがあってですね、ものすごくね、あの非常に問題なんですよ、これ。ね、つまり、やってることはさっきも言いましたけど、 あのバブル時代の土地のね転売、えー、土地をね買って転売転売転売してどん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 ねあのー、なんていうかな、えー、この資産価値が上がってったじゃないですかね、うん、これがバブルバブル経済じゃないですかそれとね全く同じなんですよ、ねうん、全く同じでそれにねメスを入れ,入れたわけですよ、ねうん、林さんになってから。 えー、そしてねそれがね、あのーまあ、大きい事件とはならなかったんだけどもここに来てこの三浦さんですね三浦夫妻のこの事件ですねこれがね、えー、大きい事件の入り口になる,のなるのではないかというふうに見られているんですよ。ねうん、だ検察はねとにかく林さんが検事総長になって、えー、こういうね太陽光発電のこの転売ビジネスに絡んで。 いね、あのー、操作していたんですよそしてこの三浦事件にたどり着いたんですよ。そういうね、えー、ことなんですよ。なので三浦清さんのこのね転売ビジネスというのは、えー、これを検察はもう、ね、早くから目をつけていた、ね。そしてこの三浦瑠璃さんですね、えー、これはね、えー、僕の入ってきた情報をね考えれば、えー、三浦瑠璃さんも刑事責任これ問われかねない。 状況なんですよねあそういうことなんですようん。まあ、そういうことに関連してね、えー、このインタビュー記事ね戻りますけどね文芸集中三浦さんこういうことを言ってるんですよエネルギー開発について夫とは政策レベルの話はしますが問題となったプロジェクトの投資の内容を夫婦間で話すことはありませんっていうねことをね書いているんですよね うん、そしてね、こういうふうに言ってるんですよね。まず私の太陽光発電に対する考えは、ヨード水力や地熱、風力が溢れている国でない限りは、太陽光は再生可能エネルギーとして欠かせない重要電源であるというものです。これはグローバルな潮流を見てもごく当たり前の政策的立場です。ね、えー、というようなことをね、喋、えー、っているんですよね。 うんでねえー、そしてこうもね言ってるんですよ、ねえー。だから私は大規模ではなく小規模分散型電源として太陽光を活用するのが重要だと以前から主張してきたんです。政府の会議でもそのような主張をしたにすぎません。環境を壊さず農業生産力も落とさずなおかつ地域と共生しながら再エネを増やせると。ということですね。 まあこれはね、えー、さっきも言ったように、これはまあ建て前というかな。うんまあ、とにかく検察官が第一の読者ということを想定していますから、ね、うんまあ、夫とはね、政策レベルの話はするんだけども、えー、問題となったプロジェクトの投資の内容は話したことはありませんというふうにね、まあ、これは、えー、誰が見てもね、あ検察官が、ね、第一の読者だなっていうのは分かるんですよね。うん、でそしてね、 えーっとね、こういうことをね、えー、言ってるんですよ。えー、利益相反になるのではという指摘ですが、えー、確かに旅館やホテルを政策で支援しようと主張する人の実家がホテル業者だったら、それ自体では、それ自体は問題ではないけど、隠すのは良くないと感じますよね。えー、そのような批判もあり得るだろうと思っていました。まあ、ということでね、えー、この夫が太陽光事業をね、やっていると。 いうことをそういうことを明示しながら気をつけてそしてエネルギー問題をしゃべり続けてきたと言っているわけなんですよ。ねうん、だけどねこの三浦瑠麗さんの発言が問題になっているのはテレビの発言じゃないんですよ。テレビの発言じゃない。これはね三浦瑠麗さんもちょっと前でちらっと言ってるんだけどもこれはね政府政府の会議のこと。 政府のの会議での発言えー、これねまずね菅内閣のね成長戦略会議で三浦瑠麗さんねこれ太陽光発電のことばっかり喋っていたねまあその政策的なことをばっかり喋るのはね喋るならまだなまだまだ、ね、まだましですけどもこれ三浦瑠麗さんがね喋、えー、っていたのはあるいは提出した資料というのは <laughs> 業界の要望なんですよね。業界の要望。<laughs> えつまりこれ政策レベルの話じゃなくて、ね、業界の要望なんですよ。しかもですよ、その中で、えー、<laughs> その中で特に注目されるのはですよ、ね、一定程度ね、開発が進んだね、案件ですね。えー、そ,れにそれはですね、えー <laughs> 認可 ID は持っていてもですねやっぱりあまりに時間がかかるのはその認可をちょっとねなくそうじゃないかっていうね話が出ていたんですよね政府の中ででそれについてですねそれはやめてくれというね要望を出しているんですよね、うん、でこれはですよおつまりこの本件捜査の本件になった兵庫県福崎町ね これにぴったり合す,るんですよ、ね、うん兵庫県福崎町の案件というのはこれ住民同意が得られない,れないということでずっとねストップしたままなんですよ、ね、だけど認可 ID は出ているのでこれはね転売ビジネスになりうるんですよねだからどんなに時間がかかっても高く売れるんですよ、ねうん、で政府はそういうものについてね あのー、もう長く時間がかかるのは人件費を取り消そうということになったんですよ。だけどもおこれ三浦さんはそれはやめてくれと。それをもしねやられたら夫のビジネスがもう立ち行かなくなっちゃうじゃないかということですよ。ねうんでこれはね、えー、完全にね、えー、このまさにそういう案件を抱えていた、えー、三浦清さんのですね事業に対する利益誘導。 ということなななんんでですすよよねねねこれは、ね、完全な利益誘導ういうことをですね本当に三浦瑠璃さんが知らなかったのか知らないわけがないじゃないですか。ね絶対知ってますよこれはね、うん。そうじゃなければまずこういうね要望が出るわけがないんですよ。 つまりね、業者の要望なんか出るわけがないんですよ。ね。うん。そういうことですよ。ね。うん。ね。このですね、えー、この業者要望の資料をですね、えー、三浦瑠一さんが提出したのが2020年ですよ。2020年。ね。そして、この兵庫県福崎町で、えー、この三浦清さんがですね、 住民説明会を開いていたのが2018年ですよ。2018年。そしてね、えー、この土地をめぐってはね、この裁判になったんですよね。<laughs> つまり、この三浦清さんがですね、まあ、この本件にね、えー、この業務上にね、こ,れこの土地をめぐってなったんだけども、えー、それまでにね、この詐欺で訴えられていたんですよね。うん、そしてててこれが裁判になっていて 2021年にはですね、もう裁判になってるんですよ、京都、京都地方裁判所でね。うん、ということは、えー、このね、三浦瑠さんが出した、この資料を出した2020年というのは、2018年と2021年のちょうど間ですから、まさにもろ、もろその期間に、この業者要望を出してるんですよ。ねうん、そういう土地についてね、認可 ID ね、ね、えー、執行させるなんてやめてくれと。 今ね、こうやってね、裁判やってんじゃないかと。まあ、そこまではもちろん言ってないけどもね。うん。えー、こういうふうにね、今やってるのはあるんだと。継続中があるんだと。だから、あーそういうね、認可 ID の執行はやめてくれと言ってるわけですよ。ね。これは完全な利益誘導に当たるわけですよ。ね。うん。まあ、そういうことに関して、三浦瑠璃さんをね、まず答えなければいけないんだけども、答えていない。ね。うん、答えていないんですよ。 ねうん、だからこのね月刊文春ねこれインタビューなんだけどもね、うん、これねツッコミがねないんですよツッコミがない多分ねそのことも質問したと思うんですよ質問したと思うんですよなのでこの政府の会議でもそのような主張をしたにすぎませんというねこの一言が入っているんですよねうん、えー、これわずかねあの本当ね1行にも足らない 半行ぐらいの言葉なんですよね政府の会議でもそのような主張をしたにすぎません。えー、つまり一般的な太陽光発電について、えー、主張したんだと。夫のビジネスについての利益誘導はしていないんだというねことなんですよ。ねえー、だけどもこれねあの、えー、本当のインタビューであればもっと突っ込んでインタビューをするところなんですよ。次の質問をしてね、えー、答えを出すべきなんだけども。 まあもしね本当にそれをやればですよミアル・ルイさんはまあその時点でねあもうこのインタビューやめましょうということにねまあなった可能性があるんですよねうんまあそれでね、えー、この月刊文書としても、えー、突っ込めなかったという事情がね多分あるんだろうなっていうね、えー、ことは思いますねうんそしてさらに読んでいくとねこういうねくだれがあるんですよね一方で経済的に独立し 自分の働き方次第で自由な稼ぎが得られる個人としては私が夫のお金に頼って贅沢な暮らしをしているかのような報道にはびっくりしましたと書いてるんですよね。でこれねこれはちょっとねあの何て言うかなあの三浦瑠璃さんとしてはね、まあ、一言言いたかったんだろうけどもこれはみんなね反対に驚くんじゃないですかそれはないだろうと。 うん、これ確かにね三浦瑠麗さんね稼いでいたでしょうね、うん、自分の働き方次第で自由な稼ぎが得,れる得られる個人としてはね、えー、ということを自分のこと言ってるわけですよね、うん、だけどね三浦瑠麗さんいくら稼いだって数億円は稼げないですよ、ね、稼げない、うん、これ三浦瑠麗さんの稼ぎというのはねこの分泌じゃないですか基本はねものを書くね うん、そしてね、テレビ出たり、ね、いろいろするわけですよ。まあ結構稼いでいたと思いますよ。ね。三浦さん結構売れてましたからね。だけど結局ね、それって数百万円単位でしょ。ね。数百万円単位。頑張って、ね。頑張って数千万円から、ね。1億円ぐらいにはもしかして、もしかしてね、届いていたかもしれませんけどね。だけど、ね、三浦清さんの,の方の、 太陽光の傷物転売ビジネスの方はね、うん、やっぱりそのスケールが違いますのでやっぱり数億円単位でお金が動くんですよ数億円単位でね、うん、で桁が違うし、ね、えさっきも言ったように六本木ヒルズの中の、ね、中層階から上層階への引っ越しこれね三浦瑠璃さんの稼ぎでは無理ですよ不可能、ね、高級クルーザーも買えませんよね でさらには軽井沢の別荘を購入したりねあるいは永田町へのこのオフィスの移転そういうこともやってるわけですよこの短期間にねこれはね転売ビジネス太陽光のね、まあ、そこから出ていたものしかねあり,ありえませんよ、ね、ありえない、ねうん、そうするとねこの横領ということもねあの十分考えられるわけですよね、うん。 これ、オフィス移転とかね別荘購入とかね高級クルーザーとかねここにですねそのお金を当てていればですよこれ完全な横領じゃないですかねうんだからねみんな考えること同じなんですよだから検察だって同じことを考えてるわけなんですよねうんその点でも三浦瑠璃さんはね夫のビジネスの内容を十分知っていたんじゃないかっていうことですよね 十分知っていたからこそ、あ、それで転売ビジネスでこれだけ入ったのねということになるわけじゃないですか。ね、うん。そしてね、多分ね、あのー、いろいろ深いギリギリの話をねしたと思いますよ。多分ね、うん。まずね、そのお金こっちに使って大丈夫なのとかね、そういう話をしたと思いますよ。ね、うん。まあそこでいろいろね、えー、三浦清授さんとしてはいや。 こっちの方からこのお金が入ってくるから、こう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 で大丈夫とかですね。まあそんなような会話をね、いろいろしたと思いますよ。まあこれは推測ですけどね。うん。つまり夫婦間ってのはね、そういう話するじゃないですか。だって三浦瑠璃さんだってね、自分で経営しているわけですから、ね、そんな話をしないわけがないんですよ。ね。うん。しないわけがないんですよね。うん。 そしてね、この文藝春秋のね、このインタビューに戻りますけどもね、うんまあ、三浦瑠麗さんは、ねえーまあ、14歳の頃に、ね、いろいろこう乱暴された、ね、この事件が起きたこととかですね、まあ、小さい頃のいじめを受けた問題であるとかね、まあ、いろいろこの人生のね、えー、節目節目でいろいろな不幸な事件があったとういうことをね、えーまあ、語っていますけども、まあ、この辺りはね、本当にそういうふうな まあ、境遇になってみなければわからないことだと思いますね。これはね。うん。これは大変なことだったんだろうなっていう気がしますよね。うん。うん。そしてね、えー、っと、<laughs> えー、これがね、とにかく、三浦清さんがね、えーえー、まあ、逮捕されて、そして逮捕の前にね、 え家宅捜索を受けてですよえそしてねそれ以来、まあ、大変なこの炎上騒ぎがえ起こってしまったとねこのメディアでねこの三浦瑠麗さんの発言とかねその振る舞いですねえこれをめぐっていろいろにですねえああでもないこうでもないがあったということですねえちょっと読んでみますとね えー、最近メディアでの私の発言や振る舞いをめぐって炎上騒ぎが続い,続いていましたただ私自身は違和感を抱いていたし危険な雰囲気も感じていた「旧統一教会への献金は競馬で吸ったのと同じ」とか「新型コロナ対応で日本の医療側の努力が足りない」など私の発言が前後の文脈から切り取って報じられ批判を巻き起こしていた 安倍晋三元首相の国葬に参加した際の喪服姿を私が SNS にアップするとシースルーで不謹慎だとの声も上がりました真意を汲んでほしいとの思いはありますが私には世間からの批判を禁ずる権利はありませんだから SNS でも批判を浴びせるアカウントをブロックしたことはほとんどないんです、えー、というようなことですねうんまあというようなことなんですけどもねうん これね、だけどもねここでね、えー、僕がね、言いたいのはですよ言いたいのは、えー、これね三浦瑠麗さんはやっぱりね自分のですね問題自分をめぐる問題に気がついていないのかあるいはわざと隠しているのか、まあ、どっちかだと思うんですよね。うんまあ、これねどういうことかというと。<laughs> 三浦瑠麗さんはねとにかく自分のことでこの炎上をねしてるとねそしてそれについてこの危険を感じていると、まあ、どうしてこうなっちゃうのかなっていうね、えー、ことをお非常にね不信がっているんだけどもだけどねこれは僕は前の動画でもね解説したことなんですけどもこれ世の中の人はですねダミなり小なりですね気がついているんですよ何に気がついているかというと このね、安倍時代安倍さんが政権を持っていた安倍時代というですね非常に特殊な時代があったということですよね、うん、つまりえ簡単に言ったら円固資本主義ですよねつまり安倍さんの周りの人だけがものすごくうまい目を見てあと残りの人大多数の人は非常にですねそのマイナスの目を見たということですよそして社会が二極化してしまったということですよねで 三浦瑠璃さんという人は、その安倍時代の長寿だったということなんですよ。まあ長寿というのはつまり、非常に恵まれた人であった。ね。で、実際ね、えー、これ何度もね、説明したように、三浦瑠璃さんというのは、安倍さんの引き立てによって、えー、このマスコミにも登場したし、そして、えー、なんていうかな、売れっ子になってお金も儲けるようになったわけなんですよ。ね。うん。 これはね、何度も説明しましたけど、えー、自民党総裁賞っていうね、えー、そういう論文のね、えー、これ賞を受けたわけなんですよ。これ安倍さんが幹事長時代ですよ。ね、ところがそれね、今読み返してみると、ね、A4 でたった3枚半、ねで。僕はその作文の指導なんか、えー、結構やってたからよくわかるんだけども、読んでみて全然いいと思わない。ね、むしろ突っ返したぐらい。 ね、そのぐらいひどい代物ですよ。ね。それが自民党総裁賞ですよ。そして自民党幹事長の安倍さんね。えー、多分その審査員の中ではね。一番数量なところにいたらしい幹事長ですからね。それが感動したと言ってるわけですよ。ね。でそれをきっかけにして三浦瑠麗さんはマスコミに出てきていろんなテレビに出たわけですよ。ね。うん出始めたわけですよ。テレビ朝日のね。あのー、田原総一郎さんのね。 えー、朝まで生テレビであるとかねフジテレビのね目覚、うん、まし8とかですね出始めたわけですよ。ね、で、えー、世間の人はみんなね気が付いてるんですよ。うん、つまり、えー、三浦瑠麗さんっていうのはねこれ安倍さんが引き立てて、まあ、ただそれだけで出てきた人だなっていうのみんなねうすうす分かってるわけですよ。ね、なので、えー、今回ですね このミューロリーさんがね、この検察の捜査によってですよ、いろいろと、えー、この大変な目に遭っていると。そしてテレビも、もう出ることはないだろうと。ね、見られているわけですよね、うん。で、そのことによって世間の人はですよ、時代の変換を感じているんですよ。安倍時代はもう終わりつつあるなと。そして、それで確認したいんですよ。ね。ミューロリーさんの転落によって、 ある意味の転落によってですよ、あ安倍時代はやっぱり終わったんだなということを確認したいんですよ。ね、なぜかといえばですよ、安倍さんがもしいたらですよ、存在していたら、こんな事件絶対にありえないですよ。絶対に潰しましたよ。ね、そういうね、特別な時代なんですよ、安倍さんの時代ってのは。事件を潰したんですよ、ね、例えばね、一番典型的なのはですよ、ね。 えー、TBS のね、えー、元ワシントン支局長である山口紀之さんがね、えー、この女性ジャーナリストに乱暴してですよ。そしてそのことで第一線署はね、一線署はですよ、逮捕状を裁判所から取っていながらですよ。えー、当時のね、えー、警視庁刑事部長、ね、この人は、えー、菅官房長官の秘書だった人ですよ、その前ね。つまり安倍官邸の人ですよ。ね、その人がその逮捕状を握りつぶした。なぜか。 その山口さんという人がですよ安倍さんへの要所本総理とかですね安東とかね、えー、僕はねあの全然読む気読む気がしないんでね1ページも読んでませんけどもそういうのを書いた人であるからここでね忖度して事件を潰したわけですよそんなことまでやる政権なんですよ、ね、女性乱暴した人がですよ逮捕状を握り潰されている そんな世の中、ありえますかありえないじゃないですか。絶対にありえないでしょ、こんなのは。ね。うん。そういう特殊な時代なんですよ。だから、三浦瑠麗さんというね、あの、作文3枚半。え、あんなものが自民党総裁賞、そしてテレビに出続けている。ね。そしてその三浦瑠麗さんが、今ね、ご主人が逮捕された。ね。もうテレビももう出られない。 ということで、みんなそれで確認したいんですよ。あ安倍時代終わったなということですよ、ね。そして前の動画で僕は説明しましたけど、その三浦瑠麗さんとちょうどね、紙一枚があって、三浦瑠麗さんがいたとすれば、ね、その裏側を、ねえー、逆さまになって、反対側を真っ逆さまになって歩いていたのは、いや山上哲也容疑者ですよ。被疑者、山上哲也さんですよね。 うん、でその山上徹也あ、ね、容疑者がまさに安倍さんを狙撃したということで本当にこの三浦瑠唯さんと山上、ね、容疑者これはね同じ42歳のロストジェネレーション,ジェネレーションですけども本当にね逆さまのね、えー、で歩き続けてきた、ねうん、こういうねことが非常に象徴的なことがあったんですよ。なのでみんな確認したいんですよ。 三浦瑠麗さんというね、えー、この安倍時代のこの長寿ですね、この人はどうなってるのかと、そういうわけで炎上してるんですよ。で、そういうことについて、三浦瑠麗さんは気がつかないのか、あるいはわざとそれを知らないふりをしているのか、ね。いや僕はね、当然知ってると思いますよ。それはね、自己認識してると思いますよ、それはね。だけど、それをわざわざね、自分の口からね、言えるわけないじゃないですか。ね。だから、 インタビューでそれを黙ってるわけですよそして、えー、自分のことで炎上して、えー、おかしいと思いますとかね、うんえー、ちょっと危ないと思いますとかそういうことを言っているわけなんですよ。ねうんまあ、そんな風にねここはね読まなきゃいけないと思うんですよね。うん、そしてね、えー、このインタビューのね一番最後ですね一番最後にねこう書いているんですよ。ね 先に,ふ先に触れたように、えー、トラブルの存在を知って私は驚き早く解決するようにと和解を進めてきましたしかし今回のことは予想外でした夫には夫の主張があるだろうしこれから公正な裁判の過程を通じてそれを訴えていくことでしょう一人の人間の全貌など知り得ない人間は多面体なのでどこに光を当てるかで見え方が違ってきます これからも長い時間をかけて、夫を理解するプロ,プロセスを続けていくんだろうなと思います。というふうにね、これ喋ってるんですよね。でも、これ読んでね、ちょっとね、理解できないんですよ。ね。この書き方、あるいはこの喋り方ですね、あまりに冷淡でクールすぎるんですよ。冷淡。ね。これ、三浦瑠璃さんという人間がね、ここでね、全くわからなくなっちゃったんですよ、僕ね。うん。 これ言ってるのはですよ。まるでね、夫の三浦清さんが犯罪者であるとすれば、それは自分には何の関係もないことですと。ね。そんな夫でも長い時間をかけて理解一致していくしかありませんと。と言っているわけですよ。ね。ああ、えー、一人の人間の全貌など知りえない。人間は多面体なので、どこに光を当てるかで見え方が違ってきます。 これからも長い時間をかけて夫を理解するプロセスを続けていくんだろうなと思います。ね。そういうことを言ってるわけですよ。だけどこれは完全におかしいですよ。ね。夫の犯罪はこれ経済犯ですよ。粗暴犯じゃないですよ。ね。うん。強盗殺人を犯したとかね。そんな話じゃないですよ。経済犯であればですよ。ね。そのお金の問題ですから。ね。しかも横領じゃないですか。 そのお金をどっっかに使ったわけですよ。そうすると、私生活に使った疑いだって、これ、大いにあるわけですよね。ね。さっき言ったように、ずいぶん贅沢やってるわけですよね。うんで。そういうね、悪の恩恵ですね。これ、反射的に三浦瑠麗さんが、ね、受けないわけがないじゃないですか。ね。まずね、常識的に考えれば、必ず受けたはずですよ。ね。あるいは逆に言えば、お金に色はついていないんで、 ね、受けたに決まってるじゃないですか、ねうんえー、例えば三浦清さんが、ねえー、これ借金返済に必要であればそっちの方に使ったでしょう。ね、で借金返済、ね、これしなければ、えーこれね、会社は破綻ということになってその生活は全て失われるわけじゃないですか。そうするとね、えー、それ破綻しなかったということは、ね、その恩恵を受けたということじゃないですか。ね それなのに、この冷たい書き方はおかしいですよ。ね、自分は恩恵を受けているのにですよ。うん、ここはね、あまりに検察の目を気にしすぎているということだと僕は思うんですよ。ね、あるいはそれとも、三浦瑠麗さんに、本当に人間性がね、えー、決意をしているのかどっちかですよ。ね、普通であればですよ、ねえー。このね、夫がね、何か犯罪を犯したかもしれないけれどもね。 えー、犯してないかもしれない。ね。その主張は夫にも主張があるでしょうと。だけど、おか、もし犯したのであれば、共に罪を償いたいと書くはずですよ。あるいは喋るはずですよ。ね。これね、夫の三浦清さんね、この部分をね、拘置所で読んでですよ。多分ね、頭にカチンと来てると思いますよ。ね。うん。これは相当ね、カチンと来ますよね。うん。人間は多面体なので、 どこに光を当てるかで見え方が違ってきます。でね、一体何だっていう話じゃないですか。ね。うん。そうか、俺は悪人かよっていう話じゃないですか。<laughs> ね。うん。これ、カチンとくると思いますよ。ね。これ、ミロさんど、どうかと思いますね。この書き方ね。それからね、どうしてもこれはね、僕が言いたいのね。最後にね、最後にこれだけちょっと言わせてほしいんですけどもね。これね、こういうこと書いてるんですよ。えー、ちなみに、 その翌日も本を送っていて一冊はカミュのこれアルベル・カミュですねフランスのねシュー・シュポスの神話にしました神々のバズにより何度岩を山頂まで運んでも転がり落ちるそれでも生き続けなければいけない人生の不条理を説いた本です今の夫へのメッセージも多分に込めていますい、ね、これ何考えてんだっていう話じゃないですかねうん これね、なんでねこのアルベル・カミューですねこれを送ったのかねアルベル・カミューを送るにしてもなんでねシューシュポスの神話、ね、あるいはシジ・フォスの神話と,とも言いますけどねそのシーシュポスの神話を送ったのかね何度岩を山頂まで運んでも転がり落ちるそれでも生き続けなければいけない人生の不条理を説いた本、ね、そんなものをですよ 身柄交流されてですよ。さらにね、えー、有罪になってですよ。獄中にいることになるかもしれないね。そういう意味で、読みたいと思いますか、これ。<laughs> ね。普通、そんなもの読みたくないじゃないですか。ね。うんはっきりもっと楽天的なものを読みたいですよね。えー、ね、もっと気軽なものを。ねうん。普通であればですよ。何度運んでも転がれ落ちるんじゃなくて、 最後には報われるんだっていうね。そういうものを読みたいじゃないですか、こういう時はね。うん、そういうものを必死に考えるものじゃないですか。なんでそんなね、あの実存主義の不条理の文学を送らなくちゃいけないんですか、俺。<laughs> ね。で、僕が言いたいのはね、本当にね、ミュラリさん、ルリさんね、アルベル神を理解してるのかっていう話ですよ。ね。うん。これ神の作品の中で、 シューシュポスの神話とかね、例えば小説の違法人というのは、これね、本当に救いのない本ですよ。本当に救いのない本。ね。カミュというのは、ね、このジャンポール・サルトルと並んでですよ。戦後フランスのね、実存主義の機種ですよ。ね。僕はね、このサルトルもカミュもですね、学生の頃からね、随分ん読んでですよ。研究っていうかな、勉強したんでよ,よくわか,わかってますけどね。 ニヒリズムとギリギリの紙一重のところにいる作家ですよ。ね。これ簡単にね、シー・シュポスの神話なんてね、分かってたまるかっていう話ですよ。ね。うん。例えばね、シー・シュポスの神話とね、同じ系列にあるね、異邦人っていう小説ですよ。異邦人ね。これね、母親が亡くなった日、えー、その日にですよ、人を殺めて、そしてね、えー、相引きをする。そういう青年の物語ですよ。こういうこと普通できますかね。 ああ母親が亡くなったその日、翌日だったかな人をやめて、そして相引きをする。できますか、これ。ね。うん、それぐらい人生は不条理だということですよ。ね。そしてね、この主人公ね、裁判でね、殺人の動機はって聞かれてね、太陽がまぶし、まぶしかったからだと。そういうふうに答える。そういう青年ですよ。ね。うん、これ、いい悪いを言ってるわけじゃないですよ。ね。 まあ人生はそのぐらい不条理だと。ね。わからないんだという話ですよ。救いがないんですよ。救いがない。ね。シーシュポスの神話っていうのはね、その系列にあるエッセイですよ。だから、何度運んでも転がり落ちると。ね。それでも生き続けなければいけない。それが人間なんだと。救いがないんですよ。ね。それを獄中にね、いる、あるいは拘置所にいる人間に差し入れますかね。あ、う、あ、ん ね。そこが全くわからない。あるいは、ミラルイさんがアルベル神を理解していない。ね。アルベル神にはね、もう一つ言うと、このジャンポール・サラトルとは違ってですよ。もう一つね、別の一面があるんですよ。ね、うん。これ、救いのある側面なんだけども。ね。神はね、あるインタビューに答えてね、こう言ってるんですよ。ね。インタビュー、インタビュアーが。 人生でで一番大切なこととは何ですかと神に聞くんですよで神はそれに答えてこう答えるんですよ。それは仕事を選ぶことです。ねうん、これはね非常に大事なことなんですよ。ね、これねサルトルと神というのは法然この分かれていくんですよ、ね。違った道を歩いていくんですよ、ね。そして論争もするわけなんですよね。喧嘩別れするんだけども。ね これはね、どういうことかというと今のカミュのこの言葉にねあその秘密があると僕は思ってるんですよ。ねうん、つまりねサルトルっていうのはね本当に救いがないっていうかな本当の実存主義者なんですよ、ねうん。これもハイデーガーとね通じるところなんだけどもね本当に哲学的に考えてるんですよ。ねうん、つまり人間っていうのは投げ出されてそこで何度も何度も、ね、チャレンジするんだと。ね そしてそれの繰り返しなんだっていうね。別にそこに望みがあるわけじゃないんですよ。それをやるしかないんだっていうことなんですよ。それが人間の本質なんだっていうことですよ。ね。ドイツ語で言えばゲボル、ゲボルフェンハイトって言うんですけど、ね。ディ・ゲボルフェンハイトですよ。ね。そこにおけるフランス語で言うとプロジェって言うんですけどね。うん。日本語で言うとね、陶器祈祷って言うんですよ。そこに対、そこにね、つまり、ね、投げ出されたところにおける企て。これが人間なんだと。 それの繰り返しなんだと。それがアルベール・カミュのシー・シップスの神話。ここにも通じてるわけなんですよ。だけども、アルベール・カミュはもう一つ側面を持ってるんですよ。それは、人生で大事なことは仕事を選ぶことなんだと。仕事が大事なんだと。それが人間なんだと。ね。これどういうことかというと、その系列にある小説がペストなんですよ。ペスト。ね。えー これはどういうことかというと、ペストというね、もうすごい感染症、ね、凶暴で、凶暴で非常に強力な感染症がある街を襲ってくるわけですよ。その中で、その社会がそれにどう立ち向かっていくか、ね。うん、その中でね、人々は戦うんですよ。ね。医者は医者、新聞記者は新聞記者、その他の職業の人はね、その他の職業。 その他の仕事の人はその他の仕事。それぞれの持ち場で戦うんですよ。ね。ここで初めて人間としての社会的なつながりができるんですよ。持ち場、持ち場で頑張って。ね。記者は記者、医者は医者、弁護士は弁護士。そこで懸命に頑張って、感染症と戦い。 そして、その社会は、その危機を乗り越えていくんですよ。ね。うん。そういうね、神をにとっての、ね、ギリギリの中体社会的な中退というのがあるんですよ。それがペストなんですよ。ね。で、これが、ね、サルトルとは違ってですね、神がいつまでも人々に愛されている秘密なんですよ。ね。ギリギリの希望があるんですよ。なので、 僕がもしね、三浦清志さんに差し入れるとすれば、アルベール神を差し入れるとすれば、絶対にシースポーツの神話とか違法人ではなくて、絶対に僕はペストにします。ペスト。ね。そして、今日ね、えー、ここから一から出直そうじゃないですかと。ね。そして、ね、お互いの持ち場で仕事で頑張って、ね、社会的な中退を結べるような、そういう仕事をお互いにしようじゃないですかと。 傷物、うん、転売ビジネスなんていうね、そういうね、あのー、まがいの、まがいの仕事じゃなくて、ね、そういう不動産売買ね、転売転売なんていう仕事じゃなくて、ちゃんと人々の役に立つような仕事をしてですね、そしてお互いに社会的に、ね、この日本をうまくですね、この危機を立ち直らせていこうじゃないですかと、そういうね、差し入れを僕はしますよ。ね。なので、三浦瑠麗さんは、 アルベール・カミュのことを全然理解していない。僕はそう思いますね。うん。なのでね、僕は、ね、このアル,アルベール・カミュのペスト、これはね、現在の日本でこそ読まれるべきじゃないかと。ね。そして、ミュ瑠ラルリさんにもぜひね、一読をね、お勧めしますよ。多分読んでないと思いますよ。ね。うん。読んでるとすればペストを差し入れるはずですよ。ね。今こそ日本社会はですよ。今、日本は危機なんですよ。ね。つまり、持ち場を持ち場で。 それぞれの仕事。仕事こそ大事なんですよ。仕事が社会を支えているんですよ。ね。うん。あらゆる仕事が社会を支えているんですよ。ね。うん。なので、仕事は報酬もちゃんと社会からもらえるしね。そういうね、仕事は大事なんですよ。その仕事を頑張ることによって、ね。えー、一生懸命頑張ることによって、この社会は危機を乗り越えていくんですよ。で、日本社会、今、それを必要としているんですよね。 うん、なので僕はね今こそ読まれるべきだと思うんですよね。うん、そしてねまあ,あここでね長い時くなったんでここで終わりたいと思います。そして最後に PR タイムいただきましてですねコロナ日本国書。ね、これね今こそ読まれるべき、ね、この感染症をね襲ってきてですね一体どういうことがあったのか、ね、そして、えー、感染症対策っていうのはどうあるべきなのか、ね、それをみんなで考えよう。 社会全体で考えを考えなきゃいけないんですよ。それを、これはね、もう本当最大のヒントです。他にありません。ありません。ここまで書いた本は。ね。うん。これはぜひ読んでいただきたい。ね。僕は本当にね、ジャーナリストとしての仕事、ちゃんとね、コロナに関してしたつもりです。これはね。うん。そうやってね、みんなお互いに支え合っていこうじゃないですか。もう一つはね、アマゾンに鉄道を作る。ね。えー、これもね、 えー、日本の政府開発援助 ODA これは、えー、世界にとって非常に必要なものですよ日本の仕事ですよ、ねうん、これはね ODA もいろいろありますけどもきちんとした日本の仕事であったということですよねこの2つですね是非、えー、大事な仕事ということで読んでいただきたいと思います本物の仕事ですねということで、えー、これをね是非買って読んでいただきたいと思いますということで えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。